ねえ、君。この辺りに扉はない？スズメの声を演じたのは1700人のオーディションから選ばれた原菜乃華さん。そして災いの扉を閉じる青年草太の声を演じたのは松村北斗さん。扉を探してるんだ。あー、言い方難しいな。だから隠れ名台詞的な感じになっちゃいますけど、何気ないセリフにされてるけど、大切なことは人からは見えない方がいいんだ。中田草太です。都知事の青年草太はアニメーション作品初挑戦の松村北斗さん。嘘でしょ、草太さん。そしてスズメ役は私、原菜乃華。あの日、あの扉を開けた時から私の人生は変わりました。